アメリカの雇用サービス大手チャレンジャーグレイ&クリスマスが発表した9月の人員削減数は29,989人と前の月から 46% 増加しました。1年前と比べると 67% 増加していて、4ヶ月連続で前の年を上回っています。発表元は労働市場にほころびが見え始めている、採用のペースは鈍化し、まとまった規模の解雇も始まっているとコメントしています。